フランスのプロレスラー。ニース出身。ランスストームが主催する、ストームレスリングアカデミー出身。2007年より、プロレスラーとしてのキャリアを開始。NWA のフランス支部であるアイクアを、主戦場とし、1月31日にイーグルマスクなる、マスクマンとしてデビューし、ピエール・フォンテインとタッグを組んで、 UK ピットベルズと対戦した。同年9月より活動の場を AWS や UF といったアメリカのカリフォルニア州を拠点とするインディー団体にフレンチスタリオンのリングネームで参戦。ウィリー・マック、TJ ・パーキンス、マイキー・ニコルスといったレスラーたちと試合を行った。2014年2008年6月より活動の場をフランスに戻すと一躍 トップレスラーの一人としての待遇を受けるようになり、メタルマスターとのシングルマッチや、ブライアン・ダニエルソンとタッグを組むなど活躍。2010年には、メジャープロレスラー育成を目指すリアリティショーである、ワールド・オブ・ハートに参加。トレーナーは、かつての師匠でもある、ランス・ストームが担当していた。2012年8月、WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。 参加団体の NXT にて、シルベスタールフォーのリングネームでトレーニングを開始。2013年5月より、ナリキンのフレンチキミックでサウザナーズのマネージャーとして登場。8月に、ディランが WWE から解雇されると、ドーソンの単独マネージャーとなる。しかし、ドーソンの新たな相棒を探すようになり、メイソンライアンを勧誘するも断られた上にバカに、 されたことにより、因縁をつけた。9月に、ドーソン VS、ライアンのカードを組まれたものの登場したのは、アレクサンダー・ルセフであり、ライアンを仕留めた。ドーソンとルセフでファイティングリージョナーズなる、タッグチームを結成。エンツはモーレコリン・キャサギとの交渉を展開し、10月30日には、ドーソンが故障による欠如を受けて、自身が、ルセフとタッグを組んで、 アモーレキャサギから勝利するモラナにそそのかされていた、ルセフから襲撃を受けた。11月6日には、ルセフに対して、金で解決をしようと試みたものの瞬殺されてしまい、ルセフがファイティングリージョナーズから脱退したことにより、タックは解散となった。12月より、ドーソンが復帰したことにより再び、ドーソンのマネージャーとして活動するが、直後に、ドーソンが故障したために、 シングルへと転校。2014年1月、新たなにマネージメントできるレッスラーを探し回るが、再びライアンに因縁をつけるようになり、2月5日に直接対決に挑むもコブラクラッチスラムの餌食期となり、瞬殺されてしまった。同月よりレスラーへと転校し、4月より同じフランス出身のレスラーであるマーカス・ルイスとリー・ジョナーズなるタッグチームを結成して活動。 5月8日に NXT にてカリストエルローカルと対戦するが敗戦した。8月21日、ボードビリアンズ VS アモーレキャサディの試合後、敗戦したアモーレに対して吸収して、ゲを剃り落とした。この行為により9月11日、テイクオーバーフェータル4ウェイにて異ン戦としてアモーレとカベジェラコントラカベジェラマッチを行い、敗戦するが難を逃れ逃走。 代わりに、ルイスが捕らえられて脱毛剤を頭から浴びせられてしまった。同月24日には、ヘアアクセサリーヘッドギアを着用したルイスと組んで、アモーレキャサディと対戦するも試合途中に、ルイスのヘッドギアが落ちてしまった隙を疲れて負け、10月15日には、アモーレキャサディとの再戦で、試合開始早々に交代しようとした瞬間に、ルイスのヘッドギアを取ってしまったことから、 怒りの矛先を向けられて襲撃された。同月29日にルイスと決着戦を行うが、敗戦した。2015年6月24日、ジェイソン・ジョーダンとタッグを組んで、アモーレキャサディと対戦するも2分で敗戦した。2016年2月5日、WWE から解雇となる。2016年3月24日、ティネと契約を交わし入団。四月十四日、 インパクトレスリングのテーピングにて、バシール・バラッカのリングネームで、NXT 時代のパートナーであった、バロンダックスとザトリビューナルなるタッグチームで登場。10人タッグマッチで勝利した。10月にティネを退団。ありがとうございます。